2007年ウッタラディット県ムアンウッタラディット郡のクンタッパオ村におけるソンクラーンの水掛かりの儀式。非常に伝統的なスタイルの祝い方で、年少者が年長者の手に少量の水をかけ敬意を表している。ロサンゼルスのワットタイにおけるソンクラーンチェンマイの水かけの様子ソンクラーンとはタイにおける旧正月のことであり、チャントラカティの新年である。現在、 政府によって4月13日から15日に固定されており、祝日になっている。また、ソンクラーンの前後約10日間は、停車カーンソンクラーンと呼ばれ、休日ではないが祭典が行われることがある。もともとは、純粋に新年のお祝いであり、家族が一堂に集って、共同で仏像のお清めを行ったり、年配の家族のお清めを行う期間であったが、 あとに単なる水のかけ合いに発展したため、現在では新年というよりも、祭りという色彩が強い。このため日本では、水かけ祭りという言い方もすることがある。なお、同じ趣旨の祭日が、ミャンマー、スリランカ、カンボジアやラオスにも存在する。ミャンマーの旧正月に関しては、新じを参考のこと。ソンクラーンの語源である、サンスクリット語のサムクロンティは、移動。 経路を意味する言葉であり、天文学的には太陽が白羊宮に入ることを意味する。この太陽の光点のみで決まる太陽年は王道の一周で決まる回記年より毎年20分ほど短く、およそ70年で1日ずつ、グレゴリオ暦との間でズレが生じる。伝統的にソンクラーンは正月の意味合いが強かったが、1888年以降はこの暦が廃止され、 4月1日を新年と定めることになったため正月の意味が薄れた。1940年にはグレゴリオ歴を導入し、物歴を修正したことにより1月1日が元旦とされた。一方で、ソンクラーンに行われていたお清めの習慣は現在まで存続し、もう一つの正月として機能している。なお週末とソンクラーンが重なった場合は、 翌週に振り返え休日が来ることになっている。なお、仏像のお清めなど宗教的なことも行われるが仏教の祭日ではない。もともと正月であったため帰郷の時期という意味合いが強い。また、連休であることや都会に出ていた家族が戻ってくることなどから一家総出での旅行も少なからず行われる。このため国内の交通や観光地の宿泊施設は 好和状態になる。一方、商店やオフィスも閉じるため、通常日ににぎわっているところは閑散とする。基本的には、仏像や仏塔に水をかけてお清めをしたり、家族の年長者の手に水をかけお清めをし、相手に敬意を示す。また、家の大掃除も行われることがある。近年では、ソンクラーンが1年で最も暑い時期に行われることなどから、 特に若年層を中心に単なる水かけ祭りに変質している。この祭りにおいては水知らずの相手にさえ水をかけ合う。この場合、水をかけるところは手のみに限定されず、水をかける行為自体、敬意を払うためブレーコー状態となる。水のかけ合いには水鉄砲を用いる。他にも家の前に水の入ったドラム缶を置くあるいは家の前までホースを延長させ、 道行く人に水をかけたり、ピックアップトラックの積み荷部分に水の入ったドラム缶を乗せ、街中の人に水をかけ回っている例もある。また、水を積んだ対抗者同士での派手な掛け合いもよく見られる。さらに、冷却効果を高めるために、メンソール配合のベビーパウダーを溶かした水をかけることもある。この水かけは全国で行われているが、 北部のチェンマイにおける水かけが最も派手なものとして知られる。一方、このようなブレーコーの祭りによる問題も多数発生している。ソンクラーンの期間中には人々がお祭り気分に包まれるため、主競技運転が多くなると言われている。また、走行中の車、バイクに水をかけることも多く、水をかぶってバランスを失った酔っ払いドライバーが事故を起こすこともある。 この問題は政府も大きな関心を示しており、毎年、ソンクラーン期間中は飲酒運転を警戒して、臨時の検問所の設置を行ったり、ドライバーにはスリップのリスクを回避するため、速度を緩めて運転することを呼びかけている。一方で水かけを行う人には節度を持って参加するようにも呼びかけているが、あまり効果が上がっていない。日本では、代々木公園で、 2011年より、ソンクランフェスティバルというイベントが開かれている。ソンクランのみならず、タイの文化全般を紹介するイベントである。2014年は5月10日と11日に開催されるなど、必ずしもタイのソンクランと一致した日付で開催されるわけではない。2013年からビザの緩和によって来日するタイ人が多くなってきている。ありがとうございます。